皆さん、こんにちは。今日は2022年12月24日土曜日です。今日のテーマは、中国の外務報道官。チンピラの代表ですが、張さん、張立憲ですね。彼はコロナに感染しました。情報が多くて、ニュースっていう形で報道したいと思います。一つ、ドイツの教育部署の長官。 来年1月早々、台湾へ訪問する予定です。これが90年代以来ですね、ドイツ政府の要人として初めて台湾への訪問となります。ドイツは中国との関係が大事だと思っていますので、台湾との距離を取っていたんですよ。今回の訪問目的としては、半導体産業の協力とドイツの大学で 中国語を教えてもらおうという風なイメージですね。中国の孔子学院ありますので、その代わりに台湾にやってもらうという意味です。これはですね、私は大変賛成ですね。台湾に住まれている日本の方はいらっしゃいますが、たまにコメントをですね、いただきありがとうございます。 あの、台湾ですね。台湾語と言いますが、本当に発言が綺麗で、発音が綺麗ですね。表現も優しいんですよ。本当に優しいんですね。そして、可愛らしいんですね。私は好きなんですが、あれが中国語なんですけれども、それでいいというふうに思いますね。まあ、中国の孔子学院ですね、日本にもたくさんあるんですよ。あれはですね、まあ、外交部がですね、中国の外務省が作ったものであって、 外国で情報を収集するためにやってるんですよ。例えば、大学にありますので、あなたは中国を勉強しに来てくださいねと言います。勉強に来ましたら、どんな学部、どんなものを、どんな分野を勉強していますかとか、どんな分野で研究していますかとか、どこまでやっていますかとか、そして、あくまでもやはり大学の内部にありますので、情報収集しやすいんですね。 これから研究する方針、研究の方向性ですね。やはり知ることが大事ですので、それを情報収集ですね。やっています。同時に、中国の嘘の歴史、中国のクズの文化ですね。教えるんですよ。これはですね、ダメですよね。次ですね。台湾の国防省が発表しました。2024年から徴兵制1年間という施策を実施しますよと。これはですね、まだ 確実ではありません。蔡大統領は来週中に結論を発表しますので、台湾の専門的軍人ですね、16万人なんですよ。本当に少ないんですね。そして義務制あるいは徴兵制っていう制度はあります。90年代でしたら2年間でした。2007年は1年と2ヶ月まで短縮されました。それから2009年となって1年間にしましょうかと。 それから2013年ですね。4ヶ月間の軍事訓練だけでいいですよと。そしてこの軍事訓練ですね、本当に適当なんですよ。参加するんですが、でも休んだりとかは普通にあってもいいんですよ。なので本当に緩いんですね。まあこれはですね、あまり意味ないというふうに私は台湾の方は聞いたんですよ。から聞いたんですよ。自分も真面目な訓練はしたいんですが、でも受けることはできません。期間が短いですし。 そして、クーネといえば、あの、内容は、中身はあまりないんですね。まあ、自分の時間に対しても、まあ、無駄ですよと、成果はないですね。これはですね、中身は、当時ですね、両岸、中国と台湾の、まあ、両岸ですね、の関係は本当に良かったんですよ。台湾側も警戒っていうよりですね、中国政府のことを認めたり、あるいは中国についていくっていう姿勢はあったんですね。まあ、特に、台湾の あの、まあ、ご対民ですが、各対民さんですね。あの、TSMC の社長ですが、あの、本当にですね、中央の政府と仲良くて、台湾の大統領選挙に、あの、登場してですね、本来は台湾の大統領になるっていう人物でしたが、でも良かったんですが、あの、失敗で終わりましたが、本当に良かったと思います。次です。3、12月21日、 韓国の衛生機構が発表しました。中国地域から韓国に入国する方ですね。限定しますので、韓国に入国して厳しい PCR 検査をしますよと。体温ですね。37.5度の方はですね、隔離してもらいますよと。これは結構厳しいんですね。そしてインド側も PCR 検査を強化しますよと。これははっきり言っていませんが、 中国人を対象にしています。これからですね、多分、中国はやはり感染者が溢れていますので、これからですね、そういう対策は取るでしょうと思いますが、あの、取った方がいいと思いますね、逆に。次です。4. フィリピン政府が発表しました。中国はフィリピンに近い省ですね。それを拡大して人口島にしているんですよ。この省はフィリピンの EZ 地域にあります。また、 中国は南シナ海にある省をですね、人口島にしてるっていう、あの、発言もあったんですよ。それを島にして滑走路とか軍の基地を作っていますよと。これですね、南シナ海は本当に危険ですね。もうどんどんですね、中国の一つの領土としてなっていくんですよ。習近平が言っている限りですね、この行動は止まりません。拡大する行動ですね。 そして、周りの国との関係も良くならないでしょうというふうに思います。次です。5。ロシアのワクナーグループですね。女性の犯罪者、まあ、求人ですね。囚人を募集して、前線に行くならですね、行ってもらって、戦争が終われば、無罪にしますよというタイプですね、出します。この情報を発信したのは、ロシアの有名な商売人、プリコジンさんです。 プリンコチンさんはクリムリーの食材を提供する商売をやってきました。そしてワグナーグループとロシアの政府の間に立って仲介人だと呼ばれています、まあ。ロシアの囚人ですが、弁護士あるんですよ。人権活動家と言いますが、その方は言いました。今までですね、男性の囚人を募集して戦場に送った人数はですね、3万5千人ほどでした。しかしですが、 私は気づいたのは、ロシアはですね、やはり中国より上なんですよ。まあ、中国にはですね、囚人の弁護士とか、あるいは人権活動家はいませんので、ロシアはですね、そういう社会的な組織ですね、やはり存在していますので、本来であれば、ロシアはですね、民主主義の国なんですよ。でも、ね、プーチンさんがいていますので、難しいんです。まだ話にしますので。次です。6。ロシアの唯一の空母、クズネソフ。 が、まだ火事となったんですよ。この空母はですね、1991年、ロシアの海軍に引き渡しされました。合格しましたよ、という風になってですね、当時世界で注目されましたね。戦闘機は30機以上搭載可能です。しかしですが、あんまり活動はなかったんですね。どこにいても煙はいっぱい出ますし、そしてよく交渉しますね。交渉しましたら、船で引っ張るんですよ。岸までですね。 2016年シリアへの攻撃でこの空母は出動しました。それはですね、初めての参戦でした。しかしですが、あんまり成績はなくて終わったんですよ。2018年4月から大規模メンテナンス工事をやりましょうとなったんですね。計画では2020年工事完了なんですが、21年に復活するっていう予定でした。しかしですが、メンテナンスしてる間に火事となったんですよ。そして、 すごい火事ですね。ドック自体が燃えてしまって、クレーンですね、倒れたんですよ。空母はですね、まだ修理となったんです。そして目標はですね、20、2024年春に復活すると言っていましたが、しかし現在ですね、まだ火事となったんです。これはですね、ロシアの唯一の空母ではあるんですが、なかなか復帰はできないですね。次です。7。中部の空母、両姉ですね。 これは、ローシャの空母の兄弟だと言えますので、ウクライナ製の中古の空母ですね。ボロボロでしたが、改修工事をして復活しました。ウクライナですね、図面もらいましたので、そして指導してくれて、この空母は本当に復活しました。しかしですが、この空母はですね、勝ってから中古はコピーしましたね。例えば、サントン港とか。 あの、ウィカイゴとか出てきましたけれども、中国が製造した空母ですね、2隻あるんですが、あんまり出てきませんね。これでわかるんですが、ウクライナの製造業ですね、実にロシアより上だと言えますので、例えば、中国の戦闘機ですね、全部ウクライナが整形してくれましたね。ウクラナは実にすごいんですよ。そして、岸田総理ですが、中国に対してものすごい強いんですよ。 敵を破壊する基地ですね。破壊する力を持つようにすると行動していますし、習近平はですね、怒っていますので、12月17日から日本海に行って挑発しています。空母で戦闘機の離陸、着陸、夜でもですね、やっていますので、訓練ですが、そこから戦闘機操縦して5分間くらいで日本本土に到着できますよと言っています。 この講面はですね、習近平の命令なんですよ。習近平らしいでしょう。習近平はですね、そういう性格なんですよ。次です。8. ドイツの手術首相、ピ京キーに訪問に来られて、習近平と会談しました。バイ,バイ,オ,バイオテックですね。ドイツ製のワクチンですね。中国にいてるドイツの国民に受けてもらいたいですよと申し出ました。習近平は交換条件を出しました。 ドイツにいている中国人に中国製のワクチンを受けてもらいましょうかと。まあそういう話ですね。12月22日、ドイツのワクチンは1万1500本。中国に到着しました。これから2、3週間くらいですね。中国にいているドイツの方に受けてもらいますねと。北京、上海、広州、深圳と信用で予防接種を実施しますと。それから各領事館に配りますので。 しかし、ワクチンの数は足りません。ドイツの国籍の方を限定にしていますので、新族さんはですね、中国籍でしたら、受けることはできません。これが習近平の命令ですよ。ドイツ政府はですね、たくさん送りたいんですよ。でも習近平は嫌です。これでですね、習近平はものすごい外国のワクチン嫌がってるんですよ。中国人に受けてほしくないんですよ。受けてしまうとですね、効果があると。 思われたら嫌ですよね。そして、習近平の心は本当に悪いんですよ。真っ黒ですね。でも、ドイツの政府は自分の国民に対してやはり責任のある政府だというふうに評価してもよいというふうに思います。次です。9。12月22日、ブリンケン国務長官は発言しました。中国政府に感染の状況の情報を公開するように要求しました。 中国では感染者が増えて変異するですね、可能性は出ています。中国だけの問題ではありませんよと、他の国も影響を受けてしまいます。我々は全ての国に協力したいんです。中国にですね、2回支援しますよと提案しました。しかし、中国政府は中国政府にいりませんと言われました。また、ロシアは戦争を起こしました。ただし、中国は米国にとって 唯一の競争相手ですよと。中国は国際秩序を取り直そうとしています。軍事、経済、核技術を持っていますので、労者より強いですよというふうに言っていました。次です。10。オーストラリアの研究、戦略研究所ですね、発表しました。中国はですね、インドとの国境線の間で新しい道を作ったんですよ。そこからですね、中国軍はいっぱい入っていくんですね。 その道を経由して、インド側に入ることはできますよと。しかし、インド側はですね、難しいんです。道を作れません。森とか水道がいっぱいですので。中国側はですね、インドの領土を狙っているわけではありませんと。インドに対して圧力をかけている状態です。自分の言うことを聞けよということですね。次です。11。ホワイトハウス側は発表しました。先月、北朝鮮は ロシアのワクナーグループに対してロケット砲弾ですね。ミサイルを提供しました。しかし、量は少ないです。ウクフランの戦場にあるですね、ワクナーグループ5万人いています。中には約4万人囚人がいています。現在、ワクナーグループは強いんですよ。ロシア軍の長官もですね、場によってはワクナーグループの指揮に従っている状態です。このグループは強くなってきて、 ロシア政府、ロシア軍の代わりになる可能性は出ていますと。つまりですね、プーチン大統領の地位ですね、少しずつ不安定となってきています。次です、11、12。ワシントン・ポスト紙の報道ですが、バイデン大統領とセレンスキ大統領、戦争を終わることについて話をされていました。選択肢2つあってですね、1つ、ロシア軍ですね、撤退します。 ドンバス地域とクリミア地域から撤退のことです。そこで戦争終わるか。2、ロシアは撤退する。ただし、クリミア地域からは撤退しません。つまり、現状維持ですね。ゼレンスキ大統領は全部ですよと答えました。クリミア地域もウクラナの領土ですよと撤退して欲しいです。もらいたいです。というふうに言っていました。現在ですね、中国ではプーチンさんは戦争を 終わらせるっていうことを考えていますよという報道はあります。プーチンさんはですね、本人も言っていましたが、早ければ早い方がいいですよというふうに言っていますので、話し合いで決めたいですというふうに言って、ただし自分から話し合いしましょうと言っても、ウクフラ仲間は応じませんというふうに言っていました。これでわかるんですが、これも当然のことですが、ウクフラ仲間はここまで戦ってきましたし、そして今はですね、 有利なんですよ。ロシアに撤退してモらうのは絶対なんですよね。セレンスキ大統領は、米国の国会で演説して、武器も資金も、たこの支援を得ることができました。また、米国にとってですね、ウクフライナに対して支持することによって、ロシアですね、これから衰退することができるんですよ。アフガニスタンで1兆アメリカドル以上ですね、かかってしまって、20年間、 そこに時間ですね、かかってしまって、最後ですね、むちゃくちゃな状態で撤退しました。米国にとって、ウクライナに、いつまで戦ってもらうのが問題ですね。つまり、いつまで戦ってもらって、そこまでロシアは衰退してしまいますので、プーチン大統領は、早く戦争を終わりたいんですよ。でも、話し合いできないから終わりませんと言っていました。 そこでブリンケン国務長官は返答しました。戦争を終わりたいのであれば撤退すればいいですよと。撤退してすぐ終わりますし、まず撤退することですよと。撤退することが話し合いする姿勢であって、これが条件ですよと言っていました。これでわかるんですが、プーチンさんはやはり早く終わらせたいんですね。ただし撤退するとですね、手ぶらで帰るんですよ。 クリミア地域をも失う可能性も出てきますし、ロシア軍は停滞して、ロシアに帰ってしまうとですね、プーチンさんは大変ですね。何かが成果があればいいんですが、ただし、現状ですね、何か成果を上げることはできないんです。成果を上げたいので、そして資源とか軍をこれからも投入します。結果ですね、自分自体が衰退してしまうんですよ。米国はですね、もし強い武器をウクライナに供与するとですね、 ウクライナは処理するのは間違いないと思います。ただし、アメリカはですね、武器の量を調整していますので、戦場にある武器の強さ、あるいは量を調整して、うまく調整して、戦場ですね、戦場のことをコントロールしています。戦場で見るのはですね、ロシアとウクライナの戦いではあるんですが、ただし、裏ではですね、たくさんの動きはあります。戦いがですね、終わりましたら、 情報はたくさん出てくるでしょうと思います。次です。13。超立憲ですね。中国の外務報道官。12月2日以降出てきていません。コロナに感染してるよと奥さんが情報を公開しました。それまでに噂ではですね、コロナに感染していますので出てこないよねという噂はあったんですよ。どういうふうに治療をやってるのか教えろよという話はあるんですよ。 みんな薬ありませんので、君はどういうふうに治療をしてるでしょうかと、教えるよと、という話はあるんですね。そこでお子さんは、中国のウィーブは、まあ i t t e r みたいなものですね。ウ e ーブはで発信しました。熱出ていつまでなるのか。熱薬、風邪薬、どこにもない。大変です。これらの薬はどこにいたでしょうかと発信しましたね。しかし、みんな信じませんので、 調理券は完了ですし、薬はないのはありえません。まあ、しかしですね、その後、発信した内容は削除されました。同時に、あの、奥さんはですね、近所から4粒熱を下げる薬をもらいましたと。ありがとう。助かりました。皆にお願いをする。家にある薬ですね、近所の方にあげてくださいねと発信しました。まあ、中国ですね、調理券まあ、コロナに感染者でしょうと思いますが、 あの、彼もですね、今まではずっと戦う、まあ、チンピラの顔してきましたので、彼は感染してどういうふうに治療してるでしょうかみんな薬ないので、あの、どういうふうに官僚たちはですね、どういうふうに治療してるのがみんなですね、気になってるんですよ。中国の国内の話ですが。まだですね、これについて話をしたいと思います。この動画はここまででしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。